い、レモンチャンネルです。食玩ロックシード2の全5種類中、まずはドリアンロックシードを紹介しました。テレビ通りのかなり派手な音声が入ってましたね。では今回の動画では、食玩初のレジェンドロックシードの電音ロックシードをレビューしていきます。レジェンド系は龍騎とアンクが先に出てますね。パッケージにはソードフォームといざクライマックス、上にも電音がいます。入ってるサウンドは他のレジェンドと一緒で、ロック解除音と変身名乗り音と必殺技が3つ入ってます。アンクの音声が少し残念だったので、電音はどうなんでしょう。おーはは、パッと見はチープですね。はい、中身は電音ロックシード本体のみです。いや、これはちょっと安っぽすぎやしませんか？他のレジェンドだと、メタリックだった、このベースの部分が、ただの白色のベタ塗りで、横も真っ赤かですね。唯一、この電音が書いてあるところは、ちゃんとメタリックで塗装されてます。ただそれでも、龍騎に比べると、配色が少ないように見えますね。しかも僕のやつ、もう、傷ついてるし。これ、運命電音だ。第一印象は、そんなに良くないですね。開け方はいつものレジェンド。うん。感触はいいですね。そして蓋を開けると、中には電音ベルトとライダーパスですね。この組み合わせは、龍騎ロックシードと同じですね。上に変身ベルトで、下に変身ツール。じゃあ、いよいよ、音声聞きましょう。まずは一つ目。電音。これはいいですね。二つ目。おー、これも個人的には好きですよ。電音アームズ、いざ、クライマックスの後に、電ライナーの音が入ってます。では3つ目。おー、フルチャージが入ってるってことは、2回押します。これめちゃくちゃいいじゃないですか。ちゃんとフルチャージの後に行くぜ行くぜ行くぜで、ソードフォームの待ち受け音ですね。では最後の音声、3回押します。最高です。これ見た目のチープさとは裏腹に、入ってる音声すごくいいです。では戦国ドライバーで音声確認します。変身。ではセットしてロック。俺の必殺技を一気に連動させます。では変身解除。そして無双セイバーにつけてロックすれば、フルチャージ。そしてこの剣の状態で俺の必殺技ができます。この音声は無双セイバーとよく合いますね。はい、ということで食玩ロックシード2の電音ロックシードを紹介しました。いや、やっぱりこうやってトンって置いとくとかなりチープな雰囲気のロックシードなんですけど、サウンドを鳴らすとすごくいいですね。では次の動画では呉島兄弟のメロンとブドウをレビューします。以上、食玩ロックシード2電音ロックシードの紹介でした。